山陽本線山陽本線山陽本線では西日本旅客鉄道が管轄する山陽本線のうち広島シティネットワークに指定されている広島県東広島市の白市駅から山口県岩国市の岩国駅までの区間についての詳細を記述する JR 西日本の広島シティネットワークの一角をなす路線である広島都市圏を東西に貫く路線で 広島県東広島市から海田町、府中町、広島市、廿日市市、大竹市、脇町を経由し、岩国市に至る。この区間では、山陽線の名称が主に旅客案内で用いられている。瀬野八と呼ばれる瀬野駅八本松駅間は、22.6パーミルの勾配と半径300メートルの急曲線が散在しているため、 スピードアップの大きな障害となっている。ラインカラー及び路線記号は、白市駅広島駅間に、瀬野駅八本松駅間をはじめとする、豊かな緑に囲まれた山間を走るイメージとして、緑、G、広島駅岩国駅間に、世界文化遺産五福島神社のある宮島に、ゆかりのある、トリー紅葉のイメージとして、赤 R が導入されている。なお、 海イ市駅広島駅間は、クレ線の列車が乗れ入れるため、重複して、キワイが広島駅横川駅間は、壁線の列車が乗り入れるため、重複して、青オビーが付与されている。全区間を JR 西日本広島支社が管轄し、IC カード乗車カード、アイコカの岡山、広島エリアに含まれている。1982年に JR の前身である。 日本国有鉄道の改革の一環として、全国に先駆けて、広島式電車として、高頻度、等間隔の都市型ダイヤに移行し、現在までその特徴を受け継いでいる。当初は普通列車のみの運転とされたが、JR 発足後には、都市圏域の、さらなる広域化に伴って、快速列車も多く設定された。しかし、利用客数の減少を理由に2009年3月の、 ダイヤ改正以降は、快速列車を中心に本数が削減傾向にある。一時は、快速列車の再増便の動きが見られたが、2018年7月の豪雨災害や2020年に始まった COVID-19 の流行による影響により、事実上元の状態に戻っている。山陽本線のうち、広島貨物ターミナル駅海田市し駅間は、過客分離を目的とした。 方向別複々線である。内側線は貨物列車専用で、旅客列車は普通列車、快速列車ともに、外側線のみの運行となっている。終日運行される種別。日中時間帯の運行本数は1時間に4本。2021年3月13日からは全日2本となっており、白市駅からは1時間に2本が、糸崎駅まで直通運転される。 朝夕は運行本数が増える。2019年3月16日からは全列車に227系が充当されるようになった。また、ラッシュ時を中心に最大8両編成の運用が見られる。海イ市駅広島駅間では、クレ線に乗り入れる列車が1時間に1本、広島駅横川駅間では、壁線に乗り入れる列車が1時間に3本運行されている。 これらの詳細については、各路線の記事を参照。平日の朝時間帯にのみ運行される列車。山陽本線では、朝ラッシュ時に、糸崎駅、白市駅広島駅、五日市駅、岩国駅間で3本、南岩国駅、岩国駅広島駅間で2本が運転されている。ただし、海都駅広島駅間では朝に、クレセン系統の通勤ライナーの運行があるが、 クレセンの通勤ライナーは、買い足し駅を通過する。2008年3月15日のダイヤ改正で、日中の快速、シティライナーの停車駅が追加され、広島駅以西のシティライナーと通勤ライナーの停車駅が同一となるものの、通勤ライナーの名称は残っていた。翌年の2009年3月14日のダイヤ改正にて、 広島駅岩国駅間の通勤ライナーは一旦シティライナーに統合されて廃止された。2010年3月13日のダイヤ改正からは快速シティライナーが廃止されて広島駅岩国駅間の快速列車は通勤ライナーに再び変更された。このダイヤ改正以降は広島駅を境に列車種別が変更して運転されるようになり朝ラッシュ時は 広島駅まで快速、広島駅から普通として、夕方ラッシュ時は、広島駅まで普通、広島駅から快速として運転されていた。2012年3月17日のダイヤ改正で、夕方と土曜、休日の快速、通勤ライナーが廃止され、平日朝のみの運行となる。2018年7月の豪雨災害による被災からの全線復旧以降も、平日、 土休日共通の暫定ダイヤで運行されていたため、この間は土休日にも運行が行われていたが、糸崎駅伊東への乗り入れは休止された。2019年3月16日のダイヤ改正で、正式に毎日運行に戻る一方、糸崎駅伊東並びに、壁線への乗り入れが正式に廃止された。2020年3月14日のダイヤ改正では、平日ダイヤと、 土休日ダイヤが再分離されたため、再び平日のみの運行に戻った。一方、クレセンの通勤ライナーは土休日も運転されている。現在は土休日のデータイムの快速として運行されている列車である。ここでは、前身の山陽シティライナーも含めて記す。2010年3月までの運転外境2010年3月13日の 改正で一度廃止されるまでは主に岡山駅と熊山駅間で運転され、そのうち広島近郊の最上駅岩国駅間で2010年3月12日まで速達運転を行っていた快速列車であった。2001年3月3日に採用シティライナーとして運行を開始した。2003年3月15日で昼間時以外の列車を通勤ライナーとして分離して、 シティライナーに改称した。基本的には、山陽本線の長距離普通列車が、広島シティネットワークエリア内では、快速、シティライナーとなり、快速区間以外では普通と案内していた。該当する列車の方向幕には、例えば、西条岩国間快速とあり、車内放送でも同様の案内をする。下り岡山駅発車時点での車内放送の例としては、 西条から岩国まで快速の行き、広島県内の西条から岩国までは快速となりますというものがある。広島駅の放送でも、広島、瀬戸間快速です。広島岩国間快速ですと案内していた。列車は西延で下関駅まで運転されていたが、徳山駅下関駅間は普通列車の扱いとなり、徳山駅で列車番号を変更していた。 朝は、広島や白市始発の列車や壁線直通列車も設定されていたほか、糸崎始発の列車も多く運転されていた。かつては、下関発三井市駅があり、運行距離が4 2 5 7トルで、日本最長であった。三井市駅直通列車が廃止されてから2009年3月までは、 下関駅岡山駅を運行する列車が日本最長の 384.7km になり、それ以降は岡山駅から新山口駅間の 315.8km であった。三井市駅直通列車廃止後も万富市発の列車が下り一本のみ設定されていたが、こちらも2009年3月大夜ヤ改正で廃止され、糸崎駅で系統分割されている。 2016年3月のダイヤ改正で、岡山発下関行きの普通列車は復活したが、2017年3月4日、ダイヤ改正で運行区間が糸崎発下関行きに短縮され、2018年9月9日以降は、西日本豪雨からの復旧後の徐行運転に伴う臨時ダイヤにより白市発下関行へと短縮された。そして、 2019年3月16日には、糸崎発岩国駅に再度運行区間が短縮された。この改正では、広島地区227系統一の影響で、広島地区から山口県内への直通区間は、徳山駅までに短縮され、同時に広島地区から岡山地区への直通運転も廃止され、広島地区での長距離列車はなくなった。 2016年3月から2018年7月までの運転外境2010年に廃止されて以降、快速列車は朝ラッシュ時間帯を除き設定されていなかったが2016年3月26日のダイヤ改正よりと休日に限り再び運行を開始した。運行区間は広島駅岩国駅間を基本とし朝の10時台の下りに限り、 最上駅始発で運行される。最上駅広島駅間の停車駅は、平日に運行される通勤ライナーと同一である。広島駅岩国駅間については、2010年3月までの場合は、広島市内各駅の乗車機改造及び、岩国方面から広島市内主要駅への速達列車であったが、復活後は、広島駅に近い主要駅を通過する一方、 大野浦駅岩国駅間では普通列車の削減を保管するため各駅に停車する遠近分離型の設定に変更されている。2016年3月26日から2018年3月11日までは全列車が227系の4から8両編成で運転されていたが2018年3月17日のダイヤ改正から再び115系も使われていた。 2018年7月の豪雨災害で山陽本線が普通となったことでシティライナーも運休となる。同年10月に山陽本線の普通区間がすべて解消された後も平日と休日共通の暫定ダイヤでの運行が続いたためシティライナーの運転再開はできず平日ダイヤと土休日ダイヤが統合された2019年3月16日の ダイヤ改正をもって列車自体が廃止となり時刻表からも削除された。結果的に豪雨災害直前の日曜日であった2018年7月1日が最終運行となりわずかおよそ2年3ヶ月で再び廃止された。2020年3月からの運転外境2020年3月14日ダイヤ改正で平日ダイヤと土休日ダイヤが再分離されることに合わせ と休日に運転が再開された。当初の運行形態は2018年7月以前のものを踏襲したが、区内串子駅が通過となり、横川駅に停車する。しかし、翌2021年3月13日ダイヤ改正で、日中の運行が取りやめとなり、朝夕の4往復のみの運行となる。停車駅の変遷、スーパーラビット号115系1000万台プラス115、 計3500番台臨時快速、スーパーラビット、広島シティネットワークの設定時期と前後して、1995年7月21日から、山陽本線広島駅福山駅間に試験的に運行されていた臨時の快速列車。に往復運行されていたが、広島市福山市間では、広島交通や中国バスなどバス事業者4社が、 共同運行している高速バス路線、ローズライナーが20分から35分間隔で、高頻度運行しすでに定着していたことと、試験運行の便数が少なかったことから利用者に浸透せず、当初はノンストップだったのを、尾道駅、三原駅停車に変更したり、東福山駅発着とするなどの手こ入れもいったが、結果的には定期化されないまま運行を終了した。他線への直通車両は、 当該路線の記事を参照。以下に示す車両は全て電車である。広島式電車が設定された当時、車両心臓の費用を抑えるため、111系の編成短縮で余剰となった電動車ユニットを、新しく製造した115系3000番台の制御車と組み合わせて4両編成とした。その結果、以下のような編成が誕生した。 現在は混血は解消されている。蒸気以外の駅は JR 西日本直営駅である。広島市南区、秋区、府中町、海田町を通過する山陽本線、海田市駅マイナス向き用駅間を含む山陽本線 4.6km 間、及びクレ線 1.7km 間について連続立体交差事業が計画されている。1993年に、 事業採択され、1999年に都市計画決定、2002年に事業認可が行われ、用地買収に着手したが、その後数度の事業計画変更が行われ、現在工事中、大竹駅区場駅間の大型地区に新駅を設置する構想がある。また、山陽本線の五日市駅、八日市駅間の広島市西区三筋付近にお筋駅、 西広島駅から新井の口駅間の西区古江地区に JR 古江駅、秋中野駅、海田市駅間の海田町瀬付近に、正規を新設する構想が2006年に出されたが、いずれも実現に向けた動きはなく、構想にとどまっている。ありがとうございます。